ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-229 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-229。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-229 の収容室及び、その周囲30メートル以内には、いかなる電子機器を持ち込むことも許可されません。収容室へ入室する職員は、鉛で裏打ちされた防護服とヘルメットを着用してください。SCP-229 が取り付いていると判明した物品は全て焼却処分し、残された灰や残骸は、XJR-99 プロトコルに基づき保管、廃棄してください。収容室は、厚さ18センチメートルの花崗岩により形成された一辺8メートルの立方体であり、出入室用のドアとエアロックが一つずつ設けられています。これらには、電気を動力とする部品、物品は一切使用されておらず、可能な限り木材や石材を用いて構成されています。SCP-229 に取り憑かれていることが判明した生物は、直ちに焼却処分してください。収容室からの退出及び物品の持ち出しには、警備職員による検査及び許可が必要となります。説明。SCP-229 は、大量のワイヤーやケーブルの集合体のように観測される実態です。外見上は、被膜されていない銅線、絶縁処理されたイーサネットケーブル、電話線、電源コードなど、様々な形式の電気ケーブルのように観測され、現在の総重量は、94kg であると測定されています。SCP-229 は現在、暫定的にケイ素生命体の一種であると仮定されており、非常に高い侵襲性と、微弱にでも電流が流れている物品や生物への攻撃性を有することが確認されています。SCP-229 は、毎時数センチメートルの速度で成長することが確認されており、その末端に様々な種類のコネクター、コンセントプラグ、USB コネクターなど、を形成し、電力供給源と接続しようと試みます。また、自身の周囲に接続可能な電力供給源が存在しない場合、SCP-229 は、電線などの既存の配線に直接自身を接合しようと試みます。電力供給源に接続されている際、SCP-229 は、電気を食べているように観測されます。周囲に電力供給源が存在しないとき、SCP-229 は休眠状態にあるように観測されますが、自身から30メートル以内で何らかの電流を感知すると、それがごく微量なものであろうと、電流の方向に向かって自身を成長させ始めます。SCP-229 が知性や感覚器を有するのかについては、現在調査が継続されています。SCP-229 は、金属やプラスチックと接触している際に、最も早く成長するように観測されますが、生体組織に対する高い侵襲性も有することが確認されています。対象が脊椎動物である場合、SCP-229 は、対象の皮膚やその他の組織を素早く貫き、脊椎に取り付いた後に包み込みます。その後、SCP-229 は神経経路に沿って成長を続け、数日で脳に達すると、取り付き浸潤していきます。この過程は極度の苦痛を伴うものであり、対象が極めて常軌を逸した行動を取る例も確認されています。SCP-229 は、自身が取り付いた対象の死が近いことを感じ取ると、対象の脳や身体に致死的な損傷を与えつつ皮膚を突き破り、大量の血液と共に体外へ脱出し、周囲の構造物に取り付くと、既存の活動パターンを示し始めることになります。現在、SCP-229 は、我々が知る生態系内に常に存在し続けていたものの、技術水準、ひいては電気普及率が低水準であったため、その拡散が抑制されていたと考えられています。現代においては、電線及びその他電気機器の普及率の高さから、その発見が非常に困難なものとなっています。そのため、新たに発見された SCP-229 個体は、焼却することにより確実に処理してください。ほい。SCP-229 と SCP-217 とのクロステストは、O5 の承認がある場合にのみ許可されます。SCP-217 は、感染した生物の体を、徐々に機械仕掛けに置換していく性質を持つウイルスだったわね。ああ、その通りだ。報告書の紹介は以上だ。周囲に存在する電力供給源、または電流が流れている物体に向かって自身の一部を成長させ、接触に成功すると、その電気や電流を摂取する性質を有する、様々なケーブルの集合体のように観測される実態、ということね。ああ、それで大体合ってるぜ。
周囲に電力供給源が存在しない場合は休眠状態に移行する性質と、成長速度が比較的緩やかであること。焼却することにより安全に総量を減らすことが可能であるという性質などから、すでに収容されている個体の収容自体は容易なものであるようだが、どうも、自然界にかなりの数の個体が生息しているらしく、もろもろの条件から、その全てを収容することは困難なようだな。存在すると分かっていれば大きな脅威にはなりそうにないけど、存在を認識していない人たちにとっては地味に厄介なスキップね。一旦取り憑かれてしまうと、財団の技術でもどうしようもないみたいだから、民間で拡散すると結構な惨事になりそうね。ああ、そうかもしれないな。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。ではでは。ご視聴、ありがとうございました。